再出馬は考えていないと明らかにしました愛知県東郷町の今田賢治町長は第三者委員会の調査でお前らの脳みそは鳩の脳みそより小さいといった複数の職員への言動がハラスメントと認定され今日付けで辞職しました辞職に伴う町長選挙への再出馬については これまで名言を避けていましたが、今日考えていないと、初めて意向を明らかにしました。現状、私個人的には、えー、考えていないと。次を考えてない理由について教えてください。優秀な人材がおりますので、次のアイデア、次の知恵、私を超えて、どんどんやっていただければ、より統合庁にとってプラスになると考えておりますので。 統合町長選は来月4日告示9日投開票で行われます。